こんにちは、まちろうです。河合奈子さんの商品っていうのは毎年何かしら発売されるんですけど、今年も来ました。2023年第1弾は河合奈子マサオウリノワークス、ウリノマサオ作品集。まあ読んで字のごとく、ウリノさんが河合奈子さんに提供した曲を集めたアルバムで、 CD2 枚組の全36曲です。去年は大村正明さんのがね、出ましたけど、まあウリノさんっていうと明菜ちゃんの少女 A とか、あとはチェッカーズのね、イメージが強いかもしれませんけど、河合奈子さんにもたくさん曲を書いてます。約60曲ほどあります。ウリノさんってもともとコピーライターをやってて、そこから作詞家になって、で明菜ちゃんの少女 A の大ヒットで、まあそのあたりからね、注目されるようになるわけですが、河合奈子さんとは、堤恭平さんに声をかけられて、まあそこから付き合いがスタートするんですね。でまあこの河合奈子さんとの仕事から、仕事に勢いがついて、まあ作詞家としてね、こうやっていけたっていうのがあるし、それにウリノさんにとって河合奈子さんっていうのは、初めてプロデューサー的な立場で関わったアーティストだったから、その思い入れっていうのは、他の職業作家さんたちよりも強いんじゃないのかなって思います。ウリノさん自身も河合奈子さんに提供した作品は特別で、全部好きって言ってるし、まあだから、今回の CD は、全部で36曲なんですけど、選曲するのも、まあ、全部好きだからね、頭が痛かったんじゃないでしょうかね。まあこういった職業作家を中心とした、特定のアーティストの楽曲を集める CD っていうのはですね、まあ完全にマニア向けですね。まあここに入ってる曲ね、全部音源持ってるけどそれでも買いたいっていう、まあそういう不安の心理を知ってか、この CD の目玉はブックレットです。これにはウリノさんによる制作当時のエピソードを含む全収録曲の解説が、まあ、載ってるんですけど、まあ、これが貴重ですよね。思い入れのある河合奈子さんとの仕事だっただけに、当時のことをウリノさん鮮明に覚えてると思うので、河合奈子さんとどんなやり取りをしながら曲が作られていったのかとか、そういうことがねめちゃくちゃ知りたいですよね。でこの CD なんですけど、現時点では収録曲の情報ぐらいしか分かってません。CD の仕様も SHMCD とかね、リマスターがどうだとか、まあそういうのも分かりません。であと特典があるのかないのかっていうのも分かんなくて、まあ Amazon はねメガジャケがつくみたいですけど、まああとは、タワレコがねまた、パネル展とか、何かしらやってくれたら嬉しいんですけど、まあそういった情報も今のところありません。はい、ということで、まあ、取り急ぎね、河合奈子さんの作品のリリース情報でした。では。